姉様、今のうちに。御影、怖がらせてくれたお礼をするには今がいい機会ではなくて、このまま器と柱を消して三重の血を集めて主様をお助けできないものかしら。残念ながら柱も血を浴びて力を強めていますし。それに最後の水木の民も来るのね。あの不出来な子が来たところで大したことができるわけじゃないんだから、気にすることはないじゃないの。両月があるので。そうね、それはまずいわね。はい、それに器がじきに立ち直ります。主様の分け身様は抑えられてしまいました。もう器さえここに来なければ全てがうまくいったのに。残念ですけど仕方ありません。では、姉様、そうしましょう。なんだいこの血の匂いは。おい、うずき、一体何が。うずき、ここで何があったのか説明しな。私が。あんたが。私が K さんを切った。あんたが K を切ったってバカも。そうだ、私が切ったんだ。私がこの手で K さんを切らされたんだ。え？私は鬼を許さない。鬼のせいで私は大切な人を切ることになるんだ。鬼のせいで。やつらめ。うずき！なあ。まさか本当にうずきが K を。彼女たちの策でね。
僕を切るよう仕向けられたところに刑が割って入ったから。刑、あんたとろいくせに無茶して。ねえ、宇月さんを追いかけてあげて。今の彼女は放っておいていい状態じゃないわ。ケイちゃんを切った自分への、ケイちゃんを切らせた鬼への、彼女の中には怨嗟の念が渦巻いていて、もうその念に飲み込まれかけている。このままだと彼女は鬼になってしまうわ。もしそうなったらケイちゃんきっと悲しむわ。だから宇月さんを止めてあげて。わかった。僕が行ってくる。この中で彼女の事情に一番関わっているのは僕だし、そういった因縁込みで関心を引くこともできる。僕が一番適任だ。咲夜さん、また奴らが来るかもしれないから、ユネとケイのことを頼むよ。ああ、わかってるよ。お願いね。あの人は、ケイちゃんにとって大切な人だから。わかってる。うまくやる。うまくやってみせるよ。そろそろ僕も、限界が近いみたいだからね。目的の鬼は見つかったかい？それとも少しは頭が冷えたかい？お前は。宇月さん、君は鬼を切りたいんだろう？今日はいつものように逃げないんだな。先に逃げたのは君だからね。そんな弱腰の君から逃げる必要があると思うかい？今までは問答無用を押し通していたが、最後に切る前に聞いておこう。なぜ兄さんは鬼であるお前を切らずに、切ったと嘘をついてまでお前を助けた？それだけでも役目に背いた大罪だというのに、何年にもわたってお前をかくまい育てた。重大な裏切り行為だと分かっていたはずなのに、鬼切りの技をお前に授けた。それは僕がそう望んだからな。アキラさんが僕に道を示してくれたから。確かに僕の中には鬼が住み着いている。その鬼のせいで
僕は罪を犯した。そうだ、お前は鬼として罪を犯した。だから鬼切部千羽刀の鬼切役千羽明に迷惑だった。そして僕を切りに来た明さんは僕の中に別の魂があることを、それが主の分け御霊であることを見抜いてくれた。そして明さんは僕にこう言ったんだ。君が死よりも辛い修行に取り組めば誰も殺さずに済むかもしれない。ここで楽になるか、鬼を切るための修行に取り組むかを選べと。それでお前は修行を選んだわけだ。そう、鬼を倒すためにね。それから船場の私有地の一角でアキラさんと修行に明け暮れる日が始まったんだ。驚いたことにアキラさんは僕のことを知っていたんだってさ。僕の母さんが船場の人で、僕と君たちとは遠縁にあたるんだって。ではお前は、だが僕の年が見かけ通りだとして、年齢の合う範囲で船場の外に出た人は一人しかいない。そうだ、私が知っている限り該当する人は一人しかいない。その人は東大最強の鬼切りと呼ばれていた船場刀の誉れであり、狩るべき鬼と意気投合して役目を返上した船場刀の恥でもある。アキラさんの師匠であり、10代前半の若さで鬼切り役の座に座った天才。私から見れば鬼切り部千羽と先々代鬼切り役。まさか、だとするとお前は幼少から鍛錬を積み続けなければならない千羽妙剣流を10年足らずで収めることができたのはその人の血のおかげだろうね。さて、昔話はこれぐらいにしようか。やるんだろ？その構えはハグン。そう、迎え挑めば必ず敗れ、背にすれば必勝を約束されるというハグン姓をかたどった構え。宇月さん、君は今ハグン姓に向かって挑んでいるんだ。君に勝ち目があると思うかい？どうやってハグンを落とすつもりだい？私の答えは、こうだ。ハグンの構えは千羽妙剣流七つ構えのうち最後の一つ。
怪電車にのみ許された奥義のためにある構え、それをどうして鬼に譲ろう。空に二つの破軍は不要、どちらかが必ず落ちる。君に勝ち目はないよ。君はまだ完全に奥義を伝授されていないはずだ。つまり千葉妙見流を完全に継いでいるのはこの僕だ。玉削りなら私も得得している。技には表と裏があるんだよ。一般に奥義と言われているそれは秘伝のための型なんだよ。そこに意味が加わって初めて真の奥義となる。なんだと。千葉妙見流が名をいただいているのは人の寿命を司る北神七星の神。そのフルーたちは肉体ではなく魂そのものを断ち切る。そして鬼とは死者の魂、すなわち気を示す言葉でもある。信じないのなら見せてあげよう。千葉妙見流鬼切りを。使い手の技量次第では魂についた濁り、すなわち鬼のみを切ることもできる。それが鬼切りだよ。